はい、タマレン著名人研究家の小村です。今ちょうどバス通りのところに来ております。ここはですね、3区になります。3区のところにおります。これからですね、お墓参りに行くところは千葉長谷さんのお墓参りに行きたいと思います。千葉長谷さんはですね、幕末期の新長組の6番組士で、では庄内藩士の方でございます。尊王攘夷運動、あの幕末期のですね、尊王攘夷運動を続ける老士たちを取り締まった人の方ですね。はい、幕末の話ですね。幕末はですね、尊王攘夷運動というのが大変盛んに行われておりまして、要は天皇を尊んでですね、外国人たちを追い払うんだって、そういうような運動が過激になっておりました。そういう勤王の志士たち結構取り上げてきたわけなんですけれども、タマレーンも結構眠っておりましてですね、その動画取り上げてきました。ただその、今で言えばその勤王の志士たちは、志士と言われていますけれども、当時からすればまだ江戸幕府ですので、現代で言えばテロリストみたいなもんですよね。そういう過激なテロリストたちを取り締まる側っていう人もいるわけです。それで有名なのがですね、近藤勇さんらが組織しました新選組でございます。今でいう警察官みたいなもんなんですが、ただその近藤勇さんら新選組はですね、京都で活躍されました。では江戸は誰が取り締まってたのかと言いますと、この新長組という組でございます。その新長組の6番組士だった千葉長谷さん、この方のお墓参り紹介をしていきたいと思います。千葉長谷さんはですね、3区一種三十川にお墓がございまして、もうここが今正面のところがですね、三区一種三十川でございます。はい、ここですね。この列なんですが、道沿いではなくて一本入った裏手側のところ、はい、この列の左手側にですね、千葉家のお墓がございます。行きながらちょっと紹介していきます。千葉長谷さんはですね、幕末期の新長組の6番組士でございまして、もともとは出羽庄内藩士でございます。通称名は千葉雄太郎と言いました。お父さんはですね、松平大和の神、家臣のですね、千葉新六郎忠助さんでございます。新長組はですね、江戸幕府が文久2年、1862年ですが、浪人の中から武芸に堪能なものを集めて組織した浪士組のうち、京都に残留した近藤勇ら新選組に対してですね、江戸で組織された浪士の一軍でございます。主に庄内藩が幕府から預けられた江戸市中をですね、見回る組としてですね、組織されました。ですので庄内藩の家老松平親弘さんが隊長としてですね、尊王攘夷運動を続ける浪士たちの取り締まりを行っていたわけでございます。話しているところですね、もう千葉家のお墓に到着しましたので、先にお墓を紹介したいと思います。はい、こちらになります。はい、千葉家の墓と刻まれております。実はですね、今も千葉家の墓だけですね、あとはこの裏面は墓誌になっているんですが、このお墓自体が昭和に入ってから、昭和の初め頃ですね、建てられて、そして多摩霊園に移築されたものでございます。もともとですね、千葉家のお墓というのはですね、千葉千光寺というところに、建っておりました。そしてそこにですね、この千葉長谷さんらのですね、墓石も、建っていましてですね、そしてこの多摩霊園に改装されるときに、こちらの本当は左側にですね、3基お墓が並んでました。この千葉長谷さんのお墓も含めてですね、3基並んでいたんですが、今現在はですね、その、お墓なくなっておりまして、すべてこの千葉家のお墓に合葬されているような状況になっております。
ちなみにその3基並んでいた墓というのは、この一番長谷さんのお墓とですね、あと一緒に、この新潮組としてですね、活動しておりました羽賀軍兵衛さん、そして中村恒右衛門さん、この3人のですね、墓石がこの千葉家の墓所にですね、3基並んで立っていたんですが、今はちょっとなくなっております。ちょっとそこの3人がなんで同じお墓に並んでたのかも含めてですね、紹介したいと思います。1865年の慶応元年12月12日の夜の話でございます。千葉長谷さん、羽賀軍兵衛さん、中村恒右衛門さんはですね、江戸市中をですね、見回っておりました。見回りをしておりました。その時にですね、神田明神町で暴行を働いて暴れていると、なのでそこに駆けつけました。そしたらその暴れていた人というのがですね、幕府の小武神石川又四郎さんの配下の長島直之進さんという方でございます。この長島直之進さんが、暴れてたわけですね。それを、咎めて、要は抑えてですね、落ち着かせようとしたわけなんですが、この長島さんがですね、この千葉さんらの行列に対してですね、千葉さんらに対してですね、罵ったんですね。それに対してこの千葉長谷さん含めこの3名はですね、羽賀さんと中村さんはですね、怒ってですね、そして、馬に乗っていたこの長島さんを引き落として、なんと鬼殺したわけです。殺しました。千葉さん、羽賀さん、中村さんは、この長島さんに腹を立ててですね、怒って、そして、殺してしまったわけです。これに対してですね、殺害された長島さんたちの親族はですね、控訴するわけですね。いわゆる今でいう裁判にかけるようなもんですね。左衛門の城という、今でいう裁判官がおります。その裁判の結果、監督粗慢だったと謝して、新潮組の付属を辞すというふうに、申されたわけですね。いわゆる首ですね。勝手に感情論で人を殺したと、これは新潮組見回りに対してのものではなくて、ちょっと行き過ぎた行為であったと、そういうようなあの判決が出てたわけですね。それに対してですね、新潮組からすると、これはこの3人がですね、勝手に感情的にやったことであって、ちょっと行き過ぎたということであってですね、千葉さんたちはですね、やはりこれ以上迷惑かけることを恐れ、そして、自分たちも感情的であったということを反省し、そしてなんとですね、千葉長谷さんと中村恒右衛門さんは12月26日に自頭したわけです。自頭しました。千葉長谷さんは21歳の若さでございました。中村恒右衛門さんは35歳でございました。そしてその2日後、2人が亡くなった、自頭した2日後の28日に飯田橋のところで羽賀軍太郎さんも自頭されました。去年は25歳です。このように、3人は、正義の気持ちからですね、途中自分の、感情もあったとは思うんですけれども、その責任を負ってですね、3名とも自頭したと。その3名ともの自頭したお墓がですね、芝千光寺に建てられたということですね。はい、そのようにですね、3名とも自頭して、で3名ともですね、芝千光寺のところに、各々のお墓が建てられました。そして昭和の初期にですね、こちらの多摩霊園に千葉家、改装される際にもですね、同じお墓がこちらに建っておりました。ちょっと今はなくなってしまってますが、つい何年か前まではまだ現存しておりまして、私の方で結構写真も撮っておりますので、最後にですね、この動画の最後に、そのお墓も紹介したいなと思いますので、最後までご覧ください。でなおですね、この千葉長谷さんのですね、千葉裕太郎さんとも通称と言いまして、結構千葉裕太郎という名前でも、結構いろんな人名辞典にも載っています。私のところでは長谷という名前で、紹介しております。そこの建っていたお墓にもですね、千葉裕太郎長谷というふうな墓とね、千葉裕太郎長谷墓と刻まれていました。
なおですね、弟さんに千葉弥一郎さんという方がおりまして、そしてお兄さんのこの千葉長谷さんが亡くなった後にですね、この千葉弟の千葉弥一郎さんは、この新潮組に入隊しております。亡くなった後に入隊しております。そして江戸の取り締まりなどをやってですね、その後、庄内に戻ってですね、3番隊に配属されて、そして同僚にはですね、沖田総司さん、その、義理の、兄弟である沖田宝次郎さんなどもね、加わって一緒に、活動されていたりもしております。この弥一郎さんはですね、その後、鹿児島の方に留学をしたりとですね、松ヶ丘の開墾を始めたりとかですね、または新潮組の裁判に出廷してですね、なんかいろいろと、なんかあったりもしたんですけれども、まあ、そこら辺の詳しいところはですね、千葉長谷さんのホームページに書いてありますので、ぜひご覧いただきたいんですが、まあ、その後警視庁に入ってですね、山形警察官をされております。そして、弥一郎さん、昭和になってもですね、ご健在でございましたので、戊辰戦争の生き証人としてですね、庄内資料研究会顧問などもとしても活躍されておりました。まあ、その千葉弥一郎さんもこの、千葉家のお墓に眠っております。まあ、ざっと簡単ではございますが、紹介させていただきました。千葉家の方々も紹介させていただきました。ではお墓参りしたいと思います。はい、千葉長谷さんの、ご紹介、千葉家のご紹介、新潮組の紹介も含めてですね、させていただきました。お墓参りもさせていただきました。以上でございます。